いらっしゃいませ。本日工場をご案内させていただきます生産本部の越智と申します。よろしくお願いいたします。早速ですけれどもこちらからどうぞ。まずですね、左手ご覧いただきますと、こちらがですね研究開発並びに技術部門の棟となります。でこちらですね、右手方向をご覧いただきますのが最小工場となります。幅方向ですね、奥行き約60メーターですね。で全長がですね、建物自体は800メーターございます。それではですね、こちら材料の方からご案内いたします。弊社ではですね、こういった切り板材、各サイズにカットした材料からさまざまな製品をお作りする工程、それからですね、コイル材ですね、コイル状に巻いたですね、材料を伸ばしまして、それから加工を行うという、この2つの工程ございます。ではこちらどうぞ。はい、こちらがですね、一次工程となります。先ほどご案内いたしました切り板材ですね、こちらをですね、穴開け、切り欠き、切断等々で一次工程、加工を行う工程となります。こちら、ご覧のようにですね、1段からですね、9段目までのタワーを有しておりまして、こちらから自動的に材料を、この右手方向ですね、パンチングマシンへと挿入いたしまして、さまざまな加工を行う、そういった、自動機械となります。こちらですね、ご覧のようにですね、もうタワーが15段ございます。こちらよりですね、自動でですね、材料を機械の方へと挿入いたしまして、切り鍵、切断等々の加工を行ってまいります。こちらですね、上部の四角いユニットにですね、64種類の金型があらかじめセットされております。この機械をですね、使いまして、金型64面で段取り替えをすることなくですね、プログラムの変更でさまざまな生産を行うことができます。穴開け、切り鍵、切断のですね、一次工程終了したものがこちらの機械へと自動的に送られてまいりまして、曲げですね、さまざまな形へと曲げ工程を行ってまいります。こちらがですね、ファイバーレーザー加工機となります。要はですね、金型を使用せずにレーザー光を照射しまして、さまざまな、形状ですね、こういったものに製品カットすることが可能となる機械となります。はい、こちらのラインはですね、当社における売れ筋の商品ですね、1日を通してたくさんの数量を作る必要がございます。そういったですね、売れ筋の商品を作り出す加工ラインとなります。要はですね、金型の交換を行わず、プログラムの変更でもってですね、1分間に1日を通して1枚でも多くですね、生産を行うことが可能となるラインとなります。こちらがですね、曲げ工程となります。こちらの工程はですね、上型と下型で材料を挟むような形で、さまざまな形へと変化をさせていくことが可能となります。こちらがですね、塗装エリアとなります。粉を使ったですね、粉体塗装となります。近年では VOC 規制等々の規制もあります。そういったところで、大気中に有害物質を排出しないと、粉体塗装、こういったものへと変更がされていっております。弊社でもですね、4機ある塗装ラインのうち、もう3機はですね、この粉体へと変更を終えております。残る1機はですね、溶剤塗装、こちらはですね、色替え性が非常に優れているというところからですね、その色替えを視野に入れた塗装物、そういったものへとシフトをしております。このようにですね、ダイレクト梱包で梱包されたものがですね、コンベアに載せられましてですね、このように出荷場へと運ばれてまいります。このように運ばれたものがこちらのですね、Lパレットですね、パレットの方へ積載されまして、物流倉庫へと運ばれてまいります。このようにですね、物流倉庫へと入庫しました材料ですね、QR コード等でですね、機械的なもので材料の品番等々を取ります。で、実際にですね、何個入ったかの確認作業をこちらで行っています。
こちらが出荷エリアとなります。全国の営業所並びにですね、お得意先様よりご注文いただいた製品をですね、トラックへ積載しまして、日々出荷を行ってまいります。こちらこそありがとうございました。実際に製品が完成していく様子ご覧いただけたと思います。実際にですね、こちらの工場にお越しいただけない方にもですね、内容的なものをご覧いただけたのではないかというふうに考えてます。今後ともですね、田久保工業所よろしくお願いいたします。